上流プロ麻雀日本シリーズ2020司会実況の広志達也です。解説は藤崎聡、前田直也が務めます。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。上流プロ麻雀日本シリーズは各団体のトップ上流プロを一堂に会し、その頂点を決するタイトル戦となります。2019は茅森さやかがその頂点に輝いています。それでは初めにルール説明から参ります。一発裏ドラあり、赤ドラはありません。クイタン後付けあり、途中流局はなし。順位点はトップからプラス15、プラス5、マイナス5、マイナス15、3万点持ちの3万点返し、親の上がりや目はありません。続きまして選手紹介をしてまいりましょう。はい、まずはこの方、連盟会長推薦中田香奈、トータルポイントプラス 121.9、 第2位です。続きまして第14期女流王家古谷智美、トータルポイントプラス 4.4、 第7位です。続きまして第17期プロクイーン日向愛子、トータルポイントプラス 63.6、 第3位です。そして最後は第19期女流最高位西島千春、トータルポイントプラス 7.4、 第6位です。以上4名での対局となります。対局の準備ができているようです。対戦をお返ししてください。はい、ただいま立ち会いに友竹正治の合図によりプレーオフ4回戦が開始となりました。プレーオフ4回戦はちいちゃから中田、なんちゃ古谷、シャーチャ日向、ペーチャ西島千春の並びで開局となりました。さあ、いよいよプレ予選24回戦プレーオフ最終戦を終え、決勝進出メンバー4名が決定いたします。藤崎さん、見どころとしてはいかがでしょうか。そうですね、とりあえず4位のボーダーが、はい、もうすべてのね、はい、プレーオフまでの日程終了した相川さんということでスコア出てますので、そこを目指した戦いにはなるんですけど、はい、西島さんが約6万点ぐらいのトップですか、はい、で古谷さんがそれより3000点ぐらい多いトップを取らなきゃいけないという条件にはなってるんですけども、まあ、そこをもちろん目指していくことになるんですけど、はい、もし道中ねトップを取らなきゃないのが確定してて、はい、西島さんと古谷さんが、ええ、展開次第によっては日向さんが3着4着にいる場合には、うん、日向さんの方が近くなる可能性もあるので、はい、まあ、その辺気にしながらっていう感じになりますかね。まずは自身のとにかく想定を伸ばしていきたい古谷と西島ということになりますね。まあ、間違いなくトップを取らないと決勝に行けないのだけは間違いないので、はい、ええ、まあ、トップを必ず狙っていくということですかね。はい、さあ、トンの1曲ドラはチーピンとなっております。こちら日向はドラメンツが完成している、はい、日向もねあんまりそういう感じでうかうかしてられないかもしれません。うん、だから意外とね、はい、2万点を切る3着とかになると寒いんですよね。いや、怖いですね。はい、およそ、まあ、4万点ぐらい開けられるともうかなりきつくなってきますね。トップ3着でも逆転されます。うん、なので それ、まあ、そのケースでもね、3着でも2万6000、はい、いらないですか、2万4000点ぐらい持ってれば相川さんより上なので、はい、あ、そうですね、はい、そこの差もありますよね、うん、はい、だからまあまあ2万4000点ぐらい持っての3着にと踏みとどまればどうやってもね、はい、安泰ではあるんですけど、うん、そういうことですね。ただね、6万点のトップを目指してくる人が2人いますから、はい、その状況で3着で2万4000点キープしているのも楽ではないのでね、はい、さあ、こちらがその日向です。まあ、中田さんはもう何をやってもっていう感じではあるので、うん、まあ、今日うわー来たしっかりさばいてはくるんですけど、闇天国パーですよ。いや怖っ。3ピンがもう自身の目から3枚見えてるんですか。6ピンがドラ表示入り、他の人この5800、はい、積まられて2600オールは、まあ、さほど影響ないというとちょっと語弊ありますけど、うん、日向さんの報酬は痛いね、この 4.5 ポーはね。いや痛いですよ。
さ、ピンフドラドラ、はい、怖いな。一応一通のイシャンテンにはなりますね。初を切り出すのも安全牌消費しちゃいますからね、うん、そうなんですよね。いやでもここは行ったぞ、うん、とにかくね、あの日向さんの立場からするとね、はい、2人にトップラスの並び作られちゃうとこれ3万点ぐらいでもまずいわけですからね。トップラスはもう3万点いらないです。うわー、リーチいったよ、強気。でもね、もちろんね、サブローピンテンポ入ってるかどうかは不明ですから。いや、ペンチーソー1枚しかない、うん、ただ逆に言うと、はい、チーソー待ちがあまりに強くないので降りてくるくださいっていう意味合いも大きいんでしょうけど、これ怖いね。怖いですね。怖い怖い。ああ、チーソー一発。でもこれやめだな。なくなった山から。怖い。サブローピンは？ローピンが1。3ピンが1。2枚。ただチーソー順から。ただこの数層を押せばわかんないでしょ。そっか、このこれを引いてくれたら日向の、うわぁ、でもこれね、と筋になったよ。あ、本当ですね、はい、うん、いや、しかも古谷と、あ、掴んだ、三ピンだー、通送されてしまった。5800ピンフドラドラ、5800は6400。これ今ラスですよね。まあまあまあ、そうですね。これでまあ相川さんよりは下に行きましたね。5800は5800。なんで6400って言ったわけか。5800は6800ですよね。5800とリーチ棒で6800の失点と言いたかったんですね。どうやら藤崎さん、ああ、私の心を読んでいただいてありがとうございます、うん、まあ、地形は長いんだね。すいません、いつもご迷惑、うん、まあ、ただね、見てくれおっしゃってるファンの人もそのくらいのことはね、大体計算に入ってると思うんで、もう慣れたもんですね、皆さん。さあ、トンの一曲、一本バドラパーソー、はい、いやー、ちょっと嫌ですね、今の補充ね。嫌ですね、チャンスだ。これ大チャンスじゃないですか。大チャンス。一色は、でもドラがパーソー、うん、うわ、こんなチャンス来るか。ただ古谷さんもめっちゃチャンス、チャンス、はい、チャンストゥーチャンス。で、日向さんにとって厳しいのは中田さんがなんとかトップを、ま、あの、はい、死守しようっていう麻雀を絶対に打ってこないので。そうですよね、うん、西島と古谷の攻めには結構簡単に頭下げますよね、うん、道譲って誰か追っかけてきたらね、はい、どうぞっていうポイント条件になってますから、はい、これは日向にとってはこのトンの一局の立ち上がり痛恨の宝珠と言っていい。プレーオフ3回戦では宮内が散りました。さあ今度は日向の番だ。同じような状況で迎えている。なんていうんですかね、あの、まあ、ちょっと危なくなったっていうだけでまだまだ圧倒的有利は有利なんですけどね、はい、ただあの始まる前の比べるとね、はい、来た比べると、はい、これ漫画のポン点取ります。例えばペイのポン取ると思いますけど、ね、はい、でもこれペイ面前でアンコにしたら約3面本3アンコ数アンコまである、数アンコまである。ペイに山よね、普通。普通に山よね。普通に山よね。ただペイポンよりね、なんかチーピンチーとかの方がまだ上がれそうですよね。上がれそう。点数一緒ですよね。いや、ただするのも勇気はいるな。勇気はいる。ただこの手を8000で収めていいのかっていうのもありますよね。そうですね。うん、リーチあるかな。リーチはないのか。リーチあった。リーチ面本役役イースーピン2山か。イーピンが1枚とスーピンが1枚しかない。意外と少ない。ドラドラ、いや古谷行くよ。これ行きますね。古谷は行く。いやもう日向はどうぞやって、皆さんでやってください。今はでも積もらないでください。それだけは横移動でお願いします。これはちょっと聞いてみたいね、もし機会があればね、はい、どっちを意識したリーチでしたかね。西島がそうですね、つも、うん、あの6万点を意識してのリーチなのか、それかあの日向さんが補充したので、はい、
嫌味点で誰かから上がりたくないみたいな。ああ、確かにそれはありますね。はい、あります、あります。要はにあの日向がラスじゃなくなっちゃうっていうんですよね。そうです、はい、うわ引いたよ。パーソーリャンマンこっちのが多いよね多分。パーソー2枚ドラ2枚イースピン E ピンでしょ。あ、1枚イースピン、これで1枚になってる。 E ピン1枚だけ。パーソードラ2枚ありますよこれ。ドラ2枚ある。え、リャンマンも1枚ある。3山3対1。これフルタイに積もったら大変。あ、これリーチある。リーチあるよ、リーチあるよ、リーチ怖い。同級のめくり合い、同級め同級。これローソー1枚。うわ、ローソーなくなった、ローソーなくなった、ローソーなくなったよ。急走は急走3山3対1。いや、どっちもド級の手だね。どっちも。でもこれ直撃打った方が一つ一回厳しくなるね、うん、確かに確かに。でも積もりたいねこれ。積もりたい、上がりたい。とにかく上がらせて、とにかく上がらせて。6競争現物なんだね。振るっ、そっか、やめてあったか。いや、日向さんから出る、ローソー出るんならやめてんでしたけど。ピンオフ、イーペーコー、タンヤオ、ドラドラ。他の場合はやっぱ絶対リーチだから、やっぱリーチだよねって感じ。うわー、手震えてきた。あ、本当だ、震えてきた。さすがに。震えてきた。だってこれ絶対決めたいもの、通過のためには。ね、だって、やめてはって西島さんから急走で3900とか、何やってるか分かんない。やってるか分かんない、そんなの。そんなのは何やってるか分からない、もはや。ああ、なくなったよ。なくなった。嘘だろ？ローソーまで急走3枚だけ。うーわ、西島、渾身のリーチも。山にも上がり牌がなくなってしまった。ペーが来る。なんてこったい。欲張りに横張ったつもり3個。無理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 、そんなの無理。3倍万ぐらいになってますよこれ多分。リーズボム、ドラドラドラの方さ、跳ねま、え、リーズボム、メンホン、3アンコ、約3倍万だ。倍万と跳ねまんの今上がり逃しがある。上がり逃しなんて言えないこれを。あの即利はでもないような気がする。うわ、またパーソこんな神様怖、照れ笑い、照れ笑い。嘘でしょ、パーソー2回も。急走はだって古谷からしたらこれもうないんじゃね、この急走って。そうでしょうね、はい、いかにもなさそうですよね。この急走もう残ってない。いや、3枚あるのよお姉さん。背底があるからね。背底で積もれば3000-6000よ。本当だ。濃度、濃度が高い。つーつかまない。西島もこらえている。急走誰か、いや全然流れない。あるよ、古谷積も2回。3枚ある。ダメ、あと1回。こう、あー流れた。これ日向この大ピンチ流局で乗り切ったら通過するね、はい、これ流局で乗り切ったら通過だよ。うーわー、西島セーフティー。さあ、ある2枚、跳ね回る。3000-6000、どっちだ。ダメなのかい。チーソー持ってきちゃったのが運の月か。こんな同級のリーチ、二人のめくり合い。ひなたどんな、あ、危ねえっていう顔してますね。あー、危ねえ。これ危ないっすよ。これ危ねえわと。とんでもないめくり合いでした。それも闇剣貼られたらイースピンも危ないし、ローソンも一発ですかね、そっちね。はい。危ないですからね。あー、危なすぎる。ただリーチかけてる両者はね、日向さんから出るなら闇点だけどって、ね、そうですね、はい、両者からの出上がりが微妙に嬉しくない可能性もある局面でしたからね、はい、だったらリーチして積もってやろうと。で積もればね、相川のことシンプルにポイントにも迫れますし、日向はラスのままだし、いや、リーチ打ちたいな。お互い積もった時点で多分ね、はい、どちらの手も一瞬上に行きますよね。おー、なるほど。さあ、中田パーソー統一ドラです。おーっと、とうとうとうと、日向は白が統一だが、うん、ただね、こうやって若干盛り上げてますけど、日向さんも一上がりしてしまえばね、だいぶ楽になりますからね。そうですね、うん、さあ、西島はトンガアンコ。うわー、嘘だろ、なんだこれ、
チュンポンするかな。いやでもするような気するけどな。で欲を言えばね、全然行きたいですけどね。はい、まあ、古谷さん結構ねこういうの1枚目から仕掛けること多いんですよね、親場の時は。でもね、まあ、またちっちゃい話ですけど京都日本ってね、ちょっとちっちゃいですね、なんかね主導権取れるのは局面的に大きいですよね、リードできるっていう意味ですね、いいシャンテン。しかも日向さんがラスメに沈んでれば日向さんをかわすのにそんな遠くないですからね、目いっぱい。うわー、初かチュンだよ、ドラだよ、ドラだよ、ポンだよ、もうめちゃくちゃもうめちゃくちゃポンしましたね。こうなると古谷もポンの一択ですかね。見てられないですもんねこれ。そうですね、はい、これチュンの重なりがない。うわ、うわ、テンパイだ。どっちの短期、チュン短期、ポンテンパイ。今度は日向の反撃か、初短期ウッパーマンです古谷。これ上がってしまうと日向さんは大ブラックです、ね、大ブラック。中田の手にチュンがありま、チュンと初があるんですが、チュンからですねこれは当然。現状役がないんで初切ることはないですよね。6球間変えるな。これは変えたいですね。変えよう。流派切りづらいけど勝負出たもんね。変えようよ。上がりやすさはもう変えた、これありますよ今回は。4山、あ、うわ掴んだ、危ない、打ったわ、打ったね、打ったね。これは西島致し方ない。あまりにも大きかった日向の手、強烈に浮上してきた、強烈に浮上してきた。さっきはがっつり叩き込まれましたけど、この漫画大きいですね。大きい。これはあっという間の浮上。海底200メートルから一気に地上まで出てきた。これで現時点で、はい、お二人は、はい、日向さんを追いかけられませんね。ということは相川、相川さんを追っかけるしかない。いやー、西島きついよ、ね、古谷も、あ、日向めちゃくちゃ大きいね、西島を沈めて古谷親通過ですもん、これは大きいよ。しかも5800のリーチ棒付きの宝珠とノーテンバップ払ってだいぶやり込められてましたからね、まあ、しかもね、この状況になるとだいぶ余裕あるんで強引にさばきに行く必要がないですからね、リーチもらってもどうぞやってくださいっていう構えが取れるかもしれない。西島さん、古谷さんからリーチ来てもね、はい、まだ何局かは余裕あるんで、どうぞと、そっかそっか。うわ、大きすぎる、大きすぎる8000。メンホンチュン、メンホン吐く、ただ逆にあの条件戦が、はい、この3局見る感じ日向さんにちょっとねよく作用してるような気はしますね。あれ、例えばリーチの判断になったりとかっていうことも含めてですか。条件戦じゃなかったらね、はい、なんかどっちかをやめてはりそうだもんね、さっきの。そうですね、西島さんと、はい、古谷さんのね、あれをリーチせざるを得ないというポイント上、まあ、せざるを得ないというか、しようという判断になったのは、した方が得だっていう、あの条件戦になってましたからね。さあどうなる、どの3局。日向はこの日本シリーズ初出場で初の決勝進出がかかっています。それは古谷も同様です。なお西島千春に関しては2年連続決勝進出という、偉業ですから、これ3年連続となるとねものすごいことになるんですが、ね、今ちょっとピンチ。そうだよね、だって前回負けた、あ、前回勝った茅本さんがね予選で敗退されてますから、ね、はい、西島は初出場から3年連続の決勝進出を狙います。そして昨年ね最下位だった12位だったあの相川がね今どういう気持ちで見ているか。さあ古谷天杯白をポンしています。3万ウーソーのシャンポン待ち、ドラのウーソーです。ドラが1枚、3万が2枚、3山なら十分か、まだ変化もある。いい数万、これは振り点なんですよね。あ、振り点か。ってことはもう手代わり一切ないですね、ドラですもんね、うん、さあ日向どうしますか。いや、まだ上がりにはもちろん行きたいですね、手はまとまってますもんね。
ドラだ。これでドラがなくなった。3万があと2枚。西島が危ないな、3万掴むと。うん、平田さんも現状大丈夫ですけどね、数万切っちゃってからの3万は危ないですよね。そうですね。まあ、古谷さんがね、まあ、白2枚目の、ね、仕掛けだったんでね、はい、そんなに高く見えないですもんね。うん、まだ行ってますね。これで3万危ないですよね。でもね、危ない。これでドラドラの西島もいいシャンテン。ただドラ1枚打つ気ありそうですね。まだそうですね、ドラ固定しなかったですね。はい、3ピン握れか。もうこれまた日向さんが3950とかになるとまたややこしくなるね。まあ見てる方は失礼ながらね、盛り上がるわけなんですけど。いや、しかもこれウーマンがねパラパラっと出て、数万もパラパラっと出てるだけに3万あたりヒュッと出てもおかしくない。そうか。でも西島さんもね、ドラ切る気があるってことは危ないですよね。あ、またそうじゃん、当たりですもんね。お、テンパった。うわ、これでドラ出ないね。でも、うん、でもこれドラないんですよ。パーソー3枚、パーソー3枚。古谷も おそらくね、これ今ライバルからのリーチですから、ああパーソー1枚減った。あら、まあただライバルと見てるかどうかは知りませんけどね。うん、そうですね、はい、確かに日向と競ってるんじゃなくて、私は相川さんと競るでもいいわけですもんね。そうですね。いや、ただね、直撃がリッチってくるってことは全部切るわけですから、はい、分かり間違って直撃取れると大きいから、でも行きそうですけどね。そうですね、行きたいですね、ちょっとここは。だって直撃取れればまた、ね、相川さんまで行かなくても日向さんに届くってなりますからね。ターゲットが2人ですもんね、うん、どっちかをまくればいいっていうことになりますから。しかも数万3枚見えて、なお3万がよく見えてきて。あ、中田さんもテンパインしましたよ。うわー、数層短期ドラ表短期ですね。あれ、これあるな、1枚。あ、というか西島の数層が危ないじゃん。あ、ほんとだ、どっちも当たり。あ、うわ、くっついた、いいピンだじゃん。本当だ。あ、これで数層なくなった。一枚切れの難、自分で切ってますので待ちにすることはできない。パーソーは一応強いですね。あ、違うわ、もうパーソー2枚になってるわ。積もった、薄くなったパーソー。裏ドラ乗せたら大きいよ。裏ドラなし、はい、リーズも対応2000オーラ。でもこの2000オーラもう大きいですね。そうですね、相当大きいですね。うん、これなると西島古谷は6万点のトップを狙おうということになりそうですね。で、木梨さんもそこそこ展望を持ってしまえばね、はい、どっちかが6万点のトップに行くのを阻止する必要がなくなりますからね。そうですね、あの自身が2番手にいればね、はい、全然その本人にもまくられないかもしれないし、相川にもまくられないですもんね、うん、にもかわされない、はいはい。まあだから中田さんがね、3着4着引くってもしくれるんであればね、はい、ガード上げた戦いになるかもしれません。さあ、との3局一本馬、はい、こちら西島千春、中田です、メンツなし、うんうん、3人ともメンツがない、はい、日向だけ一メンツでね、まあ、相川さんがいてくれるおかげで日向さんも少しは楽ですからね、うん、はい、相川さんいないとね、もうどっかで直撃取られなきゃなくなってくるので、うん、見逃しとかまで気にしなきゃなくなってきますけどね。さあ、西島千春、そして古谷はまずはもう自身の想定を伸ばすしかない。まあもう6万点狙っていくしかないでしょうね。うん、その過程でどっかで日向さんからもし直撃取れるようなら、もう一回ちょっと、はい、チャンスあるかなと、うん、もう一回ちょっとターゲット変えるかもねっていうだけで、うん、現状は6万点を目指していくしかないと。この展開は相川にとって嬉しい展開なんですかね、日向が頑張るっていうのは。嬉しいでしょうね、はい、うん、はい、相川さんにとってはね、あのプレーオフの2回戦のようにね、日向さんと中田さんが並んでくれてた方が嬉しいでしょうけどね、うん、より安心ですね、はい、現状対面同士になってるので。おお、まとまってきた。
さあドライチありますからね、うん、これも攻撃あるのみか、まあ、親番であるうちは最後までかなり攻めっ気が、あー、かなり広いますね、目一歩行きましたね、はい、さあこれで西島も完全にシャンテン、中田はまた789だ、ある程度のリードはこの親で気づいておこうと、はい、そういった狙いがありそうです、日向、うん、まあでもね、あの M リューなんかでもそうですけどね、はい、日向さん勝負強いですよね、本当ね、うん、あのびっくりしましたね、あのブロックインのね3倍番はね、いや本当ですね、はい、2年連続ブロックインを制して、今季この舞台に初登場の日向です、はい、トータル首位から最終戦スタートして道中だいぶ追い込まれたんですけどね、ガス前かなんかでしたよね、そうでした、あんな決まり手があるのかというような、はい、さあ来ましたね、これで12000のイーシャンテンですよ、リャンピンさすがに残しておくか、2人に現物、うん、パーマンは、あ、でもパーマンはそっか、1人現物2人筋、はい、ここはリャンピンの方を残しました、どうでしょうね、スチューピンがだいぶ薄いんで、スチューピンのこれリーチ若干行きづらいですけど、3枚見えてますね、自身から、うん、これでポンテンも1ありますね、決めようとしてますよ、あるいは安全も確保したいか、いや目いっぱいかな、いや違う、うーん、結構切りづらいですけどね、はい、そうですね、ただこのパーピン切りだと先手取られるとあんまり戦う気ないのかもしれないですよね、うん、そしてスチーピンが寄り闇手になるような気がしてきたとなると、ここでリャンピンですか、トン握れ、うん、リャンピンですね、いやー西島チアル全然転敗しない、いい形が自敗の相撲が続いています、日向さんもね、ここで仕掛けての2900がどれだけ効いてるかはちょっと微妙だもんね、うん、ただ相手の心は折りそうですね、まあ、もちろん、はい、もちろんね、あの上がりなんで価値がないってことは絶対にないんですけど、どこまで効いてるかはね、ちょっと分かんないよね、うん、あースーピン残した、危ないよ、残しちゃいましたね、危ないよ、危ないよ、点数状況的に行くしかない状況ですよ西島、ただ順目が深くはなってる、はい、一回換算走固定、来てない来てない来てない、これでもサブラさんもほとんどなくなりました、ほう、放送ない、三道一枚しかですか、日向天杯ちょっと難しいかもしれないぞ、狭くしてますからスチーピンもそんなに多くはありません、ただね、あのパーピン切りを見るとどうしても連チャンとは思ってないような気はするんですけどね、さあ、天杯入りました西島サブローピンです、まあ、これなら引いてもいいかなって感じになってるような気はするんですけどもね、新山かな、引く理由にもなるかもしれません、この西島のリーチ、先ほど手痛い8000の宝珠がありました西島です、天杯じゃないか、いいシャンテンですね、まあしっかり積もっておきたいとこでしょう、うん、そうですね、1枚流れただいぶ危ないね、はい一段目にリャンピンチーピン切ってあって今スーピン切ってる位置ですからね、うん、確かにまあただね、あの中田さんはあの曲を進めるのも一つの目的なので、はい、テンパってれば切るでしょうけどね、そうですね、宝珠は別に全然怖くないですもんね、親じゃなければね、はい、宝珠は OK、 シャンポンならThank you.
あれテンパりましたよ。テンパりましたね。でもイースマン通ってない。テンパイ量も欲しいか。親番、あー降りた。これで日向も脳天敗退です。トンの3局一本場は西島の1人テンパイで流局となります。まあ日向としてはいい親ができましたね。はい、そうですね、はい。今度4局、はい、日本版京都の立場1本2回しかない大事な親番の1回目ですね、はい。やっぱり6万点ぐらいのトップを目指すにはどうしても親の連チャンが必要になりますからね。そうですね。あの先制できればそうでもないんですけどね、はい、やっぱ沈んだ状況からはどうやってもね親で一発二発ないとね、はい。苦しいですねこれは。第1打ペー中田もあんまり良くないか。でも2メンツある、はい、いいんじゃないですか。いいですね2メンツあってもわー古代さんがいい。これがいい、はい、しかも第1もドラ、うん、うわーもっといい。いいシャンテいいシャンテいいシャンテ大丈夫ですか。大丈夫です。ちゃんまで見えそうでしたよ。しかもね、あードラメン使うんですよ。早い。こりゃダメだ。こりゃ西島の親持たん。こうわー来た、純ちゃん三色。来た来た。純ちゃんた三色。これはローソー切るか、キューピン切るかどっちがいいですか。ローソー切りたいですけどね。まあね。まあただ必要ないってば。そうなんですよ。辛い。辛いね。辛いじゃないか。激辛だね。激辛。本当に。西島の親は絶対やらせないと、ね、からちょっと立ち合いうわこれですよね、立ち合いに移しちゃダメですよね今日の立ち合いはあのもったいない友竹ですからね友竹もったいないマサルですからねあのキューピン芸に対してイエローカード出してる可能性ありますよね。立ち上がったかもしれませんガタガタっつってでももし、あでもそっか、ローソーから切ってたらローソーでテンパイしないわけですもんね、そもそも。そうです、そうです、そうです。まあでも勝つためにはこれが一番クレバーですよね。ですね。ほんと。この、あー来たよ。ってことはこのリーチに対して、あでも降りる可能性もあるか。いや、これはそうですね、降りる可能性ありますね。まあ、これぐらいはいくか。まあまあ戦いづらいと思いますけどね。はい、いきなり降りるあります？もう任しちゃってもいいですもんね。任してもいい。うん。ただ西島の親が落ちるという、まあ、まあ、いやただね、古谷さん相手にトップ3着の並び作られたくないもんね、うん、わざわざ。ああ、ね、でもいった。キューピンぐらいならちょっと1枚いってみようかぐらいですかね。そっか、古谷とのトップ3着だと、でも4万点開けなきゃダメなんですよね。結構大変かもしれない。積もった、一発もだよ。裏ドラはない。ない、リーチ一発もタンヤオドライチ2004戦の日本馬2204200の積も上がり。えトップラスだと30でいいんじゃないですか。トップラスだと3着、あ30です。トップ3着、ね、着だと4万弱ですね、はい。そうだね。いやこれ西島千春痛いですね、もういよいよ痛いですね。あと1回の親番に全てをかけなくてはならないのですが、どうなんですかこれって。状況にももちろんよると思うんですけど、オーラスの親ってこの状況は今このままいったら、うん、早く終わっちゃいます。終わりますね。終わりますね、はい、はい。いやーまずいよ、3年連続決勝の偉業がついにストップか、日向初決勝なるか。さあ何の一曲、親は中田です、はい。中田は2回目の日本シリーズで決勝戦に進んで準優勝という成績を上げています。いつか、トンアンクとかはね、安心感いいですね。だっていらないですもんね、仕掛けてトンが安全牌ならもういくらだってポンチしたいと、うん。さっきのキューピン切り見てれば分かりますよね、もう。そうですね、うん、おそらく相川が控え室喜んでますよ。いけー、いけー絶対呼び捨てにはしてないと思いますそっか、女流ジャンオがそんなはしたないこと言いませんよねいいわよ日向さん頑張って、
といったところでしょうか。さあ古谷は何点欲しいんだ。62,800点。やっぱ親番勝負ですね。そうですね、はい、まあ、6万2000点というとね、遠いように見えますけど、あと25,000点ですからね、はい、まあ、親番2回ぐらいならね、うん、全然ある条件ですよね、はい。日向さん、これスッチー袖テンパったらどうしますかね。リーチ行くかもしれませんよね。うん、親の反撃はなさそうですもんね。そうですね、とりあえずですね、はい、親の反撃はあんまり気にしなくていいですからね。ただ古谷と西島には直撃チャンスを与えるということにはなりますね、うん、あでも古谷がね来てますからね、これ直撃打ってトップ3着っていう構図できますよね、はい、うん、でも4万点だもんね、トップ3着は。ただ古谷さんならまだ怖くないですけど、西島さんに追っかけられるのは怖いですよね。というのはこれですよね、トップクラス作られる可能性がありますからね。そっかそっかそっか、いった、ここはシンプルにリーチ。さあ注目は西島と古谷の手配、はい、いやドラドラ行くよ、これ行くね、前田さん、はい、行きます、これ行くね、これ行きます、どっちから切るかですね、うん、もうどっちでもいい、どっちも切るから。ただなんかこういう思いっきりの良さがね、日向さんらしいですよね、うん、はい、そうですそうです。解説席にいる2人はおっかないしとか言ってできなさそうとりあえずテンパイ取ってみたいな。ですね、六山です、なんとドラ表示牌なのに六山、はい、ってことは数層引く可能性十分あるってことだ。3万切りたい。西島が数層引いて追いかけリーチも面白い。ただ西島はもうローソー切ったのでチーソーは止めようがない。3万通った。しかも残してる、まだ多発の変化も考えてる。でリーチかけたくないからね、今3万引いてまたローソーとか来て一回テンパイ。そうです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 、間違いないですね。あっさり、しかし積もった。リーチツモ、500戦のツモ上がりで1曲クリア、はい、さあ残り3曲、日向初出場初決勝に向けてあと3曲ですが、まずは1つ目の壁、この古谷。そうですね、はい、第14期の上流王家、この古谷もこの日本シリーズ初出場。さあ決勝戦に向けてはシンプルに62,800点までたどり着くか。今まずそれですよね、日向は2着ですもんね、はい、さあ6万点まで行くにはこの親が絶対必要不可欠。ひなたトップですか、うん、どうですかハイパイは。うーん、まあなんとかなりそう、そうですね、なんとかなりそうですね、とかなりそう、なんとかなってほしいぐらいの確かね、なりそうかどうかっていうのは確かね、確かになんとかしなくちゃ、うん、でも他があんまり良くないですね、うん、中田も良くない、これは相対的に見ればチャンスは十分ある、うん、まあただね、とにかく仕掛けが使いづらいですから、ね、使いづらい、お互いにね使いづらい、はい、西島さんも古谷さんも上茶に勝って逃げてる人がいますからね、はい、うん、オーペンチーピン払ったかなり守備的ですね、うんうん、このハイパイではちょっと攻めづらいっていうことですか、はい、もっとより万全な手で落としに行きたいと。この親は絶対に来ますからね、はい、やっぱそれに備えてこなきゃいけないですもんね、うん、しかしね、今どこの団体も女流プロたくさんいらっしゃるんでね、はい、3連覇ってすごいよね。すごいですよね、中田さんも、そうですそうです、もしかしたら4連覇だったかもしれないですね、はい、うん、その4連覇を阻んだのがこの古谷です、はい、で日向さんが今年プロクイーンの3連覇に挑む、ね、そういうことです、そういうことです、3連覇に挑む、すごいですよね、とんでもないです、プロクイーン3連覇した人いませんからね、そうですね、はい、プロクイーンってディフェンディングじゃないですよね、ディフェンディングです、あ、ディフェンディングか、はい、あ、そうかそうか、興味ないですか、ディフェンディングじゃないものを3連覇した人ってさすがにいないですよね。ディフェンディングじゃないですけど、あ、男子で、あ、連覇はいますよね、あの、そうですね、シアトリ翔ちゃんそうですもんね、あとあの滝沢さんもそうですよね、あ、そうだ、多いだ、はい、多いそうだ、あと隣にいる方も日本オープン、
あとなんだろう、あと誰かなせっかく自分で恥を忍んで自分で言ってくれたのにそれ無視するって男じゃないよ前田さん。そこは素直に受け入れてあげてくださいよ。4年で3回勝ってるって すごいですよねそれ。もうちょっと ちょっとうるさくなってきたな本当に。さあ古谷ね、これなんとかしなきゃいけない。親バインシャンテン、はい、ドラ切っていった。さすがにリーチがありそうですから。ただ中田もだいぶまとまってきてるぞ。ただね、リーチって言ってしまえば中田さんもいっぱい入ってない限りは引いてくれそうな気はするので、ね、はい、この何出るか出ない出ない。この何を切ると中田が動くかどうかというところでした。そうですね、もしかしてもいましたね。ヒンフイシャンテン、いやトン切っちゃうか。うん、シャンテン戻し、安い手で一曲消化できないと。でも結局ここまで追い込められたら親番勝負かもしれないですけどね。そうですね、はい、考え方によってはね、6万点目指してる人が2人いて、2人が挑戦できる可能性はないので、どっちかですからね、挑戦権得るのはね、はい、そう思えばね。これ何切っちゃう、何切っちゃうもうあるはあるよな。古田にドラ切ってるし、本一っぽくないし、切った、うん、ポンしない、ね、ポンしない、エールには答えない。なん統一落としでピンフでいこうってことですね、うん、どうですかね。やっぱポン点じゃない限りはね、うん、いや統一落としはしないんじゃないですか。安全牌としてもちょっと取っておきたい、取っておきたい気持ちもありますよね。そして古谷がカンちゃんと三面ちゃんに変化、これはかなり転牌チャンスが広がった。ドラの方切るかもしれないしね。ドラが2回も地域賞じゃねえかこれは。なん2回目スルーです。おお、いい形になった。これでイシャンテン戻ってきました。西島ピンフのイシャンテン、早くリーチ行かないと止まらないぞ。あー、これで盤石。いや、ウーソ切るか。いや、ウーソ先切りしそうですね、うん、で、チーテンを取りますね。取りますね、はい。あー、目いっぱい行きたいか。いや、ここはスリムに構えた。両面両面、こんなの痛くない。転売できるのかい。できないじゃん。あ、三色いらない、そんなのそういう時代じゃない。リャンピン切ってんですよね。そうですよね。リャンパーピン振り手のうちのリャンピンが振り手になってるんで、なかなかね。いや、一応転敗はしましたね。4、5、6行ってもありゃいけない。どうしますか。パーマン切ろうと考えてますかね。いや、転敗は取ると思いますね。リーチか闇転かと思うんですけどね。パーマン切った。そうなんですね。あー、転敗だ。うわ、ウッパーソー。やー、来たよ。フリテンリーチだけど、これはみんなが対応してくれる。さあ、リャンウッパーピン来ました。いやー、でも来た。ウッパーは現物待ち。あ、パーマ一瞬早く処理してる。本当だ、西島すごい、ね、ギリギリのところで処理。これ、まあね、リーチか。リーチってことはない、転売してないんだろ。転売してない。あ、行きましたね、まっすぐ。こっちも行く。中田さんも現物ですもんね。フリテンのリアンウッパーピン、ひなって、うわー、あっさりだー。さよなら古谷。これはひなたが古谷にかなり厳しい条件を突きつけて、あと2曲役満一つで足りないですか。役満一つ足らずですか。あー、足りますか。ギリギリ足ります。足りますね、はい、一つで足りる、はい、足りますね、足ります、足ります。6万3000点ぐらい、6ニッパーです。そうです、はい、足ります。いやー、自分の手で古谷の親をパス、一つ超えましたね。超えました、一つ超えた。これで例えば役満を、まあ、打っちゃまずいですけど、うん、横移動なりで上がられても日向は残る。積もられはでもダメだね。そうですね、積もられるとダメだ。
わわわ、いいなこれ。もう一回り、これは取りに来そうですね。ダメ押しときますか、うん、いいシャンテンですね、ドライチ。ただね、あんまり連チャンするとね、あの逆も狙ってくる人が一人いる局面でね、はい、あのチャンスを与えてるだけですよね。そうですね、自分が親番で役満積まられるのは歓迎したくないですからね、うん、ああでも役満積まられても大丈夫なんですね、意外とね。相川より235になんなきゃいいんですよね、うん、あ、ていうか2着ですもんね、その場合って、うん、まあ西島さんに積まられるとね、3着になるんですね。そうですね、はい、ラスにならないですからね、はい、うん、2、3、5の3着になるとまずいです。まあ、ってことはだいぶ余裕があるので、はい、なんかいい受けになったらリーチしてくるんじゃないですか、うん、ラスはもうラスになった瞬間ダメですからね、うん、古谷これチュンポンっていうわけにはいっ、あれー容赦ない。あー西島よ、その急走はなんだ。自敗自敗3枚しか取ってないですからね。その急走はなんだ、危ないじゃないか、これ危ないじゃないですか、急走これ危ないです。イーマン取ったよ。あーイーマン取ったって、とりあえず大丈夫か。あーとりあえず大丈夫。容赦なし、当然です、勝負ですから、うん、もうちょっとギリギリの点数だとね、みんな直撃チャンスって思うかもしれないですけど、うん、もう直撃云々の展望じゃなくなってますからね、はい、一人旅しやすい状況に自分を持っていってますもんね、はい、もう二人は日向さんのポイント点数あんまり見てないでしょうからね、うん、あぶら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 チーマン現物、次は数万中筋、初が通った。ツモだ、もう許してくれ。リーズモピンフドライチ2600オール。いやーこれは効果的な追加点となった感じがします、うん、これでもあんまり無理しないですかね、うん、なんかそんな感じもしますね、うん、なんかもうね、安全圏に行った感じがしますね、はい、はい、日向連チャンです。良さそう、めっちゃいい。あーこれはいいな、受け抜けのタッチングしたら高すぎます。ドラマ数万いいですね。もうちょっといただいておきますか。そうですね、せっかくですからね、はい、はい、年には年ですもんね。そうですね、何があるか分かんないですもん。いやー3人はちょっと厳しい。ツモもいい。4000オール見えてきた。古谷さんはもうギリギリだもんね、うん、残り2局、役満条件残すためにはここで上がんないとまずいですね。あ、上がんなくてもいいか、これ以上削られるとアウトだよね。これ以上削られるとアウト、うん、しかもかなり大きく削られそうな雰囲気が。これ今度はリーチしますかね。どうですかね、どちらもありますよね。するんじゃないですか。しますかね。この状況になってしまえばね、リーチって言えばもう多分もう誰も来ないでしょうっていう気もしますけどもね、うん、お祭りタイムですね、もう、うん、これ数万引いて闇点あると高いね。たまんないな、でも数万の場合は闇点になりそう、さすがに。お、そうはさせないわよと、うん、どうしました。なんだろう、ちょっと分かんないです、うん、ちょっと分かんないですね。チーとポンが被ってた可能性があるっていうことですね。
ですよ、ね、いや日野さんの血しないですもんね。いや違う、わー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 、ああああ日野さんの血はないです、ないないです。これで日向盤石の形ですね。あ、でも、まあ、ローソーポンされてることで数層切ってきましたか。はい、想像の3面茶を残さず、まあ、完成品の展開でも一旦取ろうということですかね。うん、3ピンとか引いてもらいたいんだな。うん、これ西島さんあれですね、ローストはポンしたけどパーマンはチンしなかったですね。本当だ本当だ、なぜですか。ウッパーマン待ちにとにかくしたいってことですか。いやまあそうで、まあでもパーマン待ちもね、そんなに危険ではないですもんね。初々切ってですね、はい、ここに国士がいて、うん、初だけに頼れない、まあ、1枚目はスルーしといて初ポンした時にウッパーマンの受けが強く、ね、なるようにしてるのかもしれないですけど、あれれれリャンシャンテン引いたよね。曲がる、いや嘘着てやみてんじゃないですか。あ、さすがに、うん、これ数万三山、そうなんです、これ6000オールですよ。あります。1万は1枚ですね、はい、お、あれあれイシャンテン、イシャンテンだよ。あ、血しない、さあイーピンチョン、イーピンチョン誰も持ってない。ええ、イーピン4山じゃないですか。チュン3山、え、2山、2山、嘘でしょ。やばいやばい、これ役満上がったら相川かわしますよ。なんという、え、でもスッチーマンがもう止まんないですね、これで。いやもちろんね、スーマンが3枚残り、1枚1枚残り、うわ出っ張ったよ。いやこれ危なくない、危ない危ない危なくない、日向だって危ないよ、うわこれ入り目、入り目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 、いや今9枚終わったからやめる可能性が、うわ反応してるちゃんと、あ本当だ、しっかりしてるな。これやめたらもう全部やめますからね。やめません、中田さんを打っても大丈夫だろうけどね、日向さんまずいよね。日向打ったらまずい、相当まずい。いやいやいや、わー素晴らしい、すごいね、素晴らしいね、すごい。でもこれ積もったら相川がいっちゃいますよね。いっちゃいます、相川、あー数万、こういうタイミングで数万だもの、チーマン出たよね、いいピンをしてたら分かんないけど、うわでもいい、日向いい判断だと思う。積もったら相川さんが瞬間落ちるんじゃない、相川落ちます、瞬間相川落ちます。2枚いる、嘘だろ、今期の女流王か親番落ちても、なんかしかも全然震えてないですね。もうこれ完璧に入っちゃいましたね。いやどうかな、まだ分からない、ちょっとなんか、あこれ危ない、大丈夫、景色転敗、西島ローソーポンに続いてウーソーを差し子で地位、うわ怖いよ、イーピン切ってるよ。まあ、ただ怖いですけど、中田さんは多分セーフだもんね、打ってもですね、はい、いいピン食い流れた、てかテンパイ、でもペー切る道理がない、さっきやめてんだから、確かに、はい、うわ、チュン2山よ、これション、あ、いや1枚切れ、うわ、切ってる切ってる切ってる、いや、これチュンでも切るね、ってことは、リュウ、あ、でもリュウ当たりじゃないもんね、リュウ当たりじゃないです、しかも、もうまたテンパった、いや、行く通りがない、チートイだ、チートイ、チートイいや、これだって西島チューン危なくないですか。危ない危ない、テンパイ、テンパった、3色、3色高い、ちょっと、うわ、なんかウッパー層が上がるような気がしてきた、すべてをね、台無しにするのよ、あーチューン、もう絶対切らない、これ食い流れたじゃん、嘘チーで、うわ古谷通過の、今相川が踊っている控え室で、まあと1枚だけ、あと1枚のチューン、嘘チーで古谷から日向に流れた、ポンした、ドラ短期か、1枚あるかな、うわドラ、これ入れスライドだ、チーマンと入れ替える、ね、はい、これでない、
チューン1枚ある、チューン1枚ある、チューン1枚ある、ない、言いそう。安全度、言いそうか、言いそうですね。力入ってますよね。入る入る、さすがに入る。ただ今の仕掛けでね、古谷さん、まだもう一回ありますもんね。そっか、廃艇じゃん。そうそう、もう一回ある。これ廃艇で、チューンの国士無双積もったのが半年前にあったんですよ。なんと、言っちゃった？そう、あの日。あの日。あの日、そう、あの日。どの日？あのドラフト当日。チューン積もったんですよ、あの人が。そう。再現なるのか？違う。いやチューン食い流れたよ。チューン食い流れたよ。嘘落ちで。チキショー見たかったぜ。見たかった。日向知ってますよね。チューン流れてんなって。そうこのチューン積もってたな、この子って。危ねえと思ってますよ。危ねえって、てか一番危ねえと思ってんのは相川さんですよ。そうですね。相川さんのね、今のね、あの控え室立ってられないよ。座ってられない、間違えた、座ってられないよ、はい。まあ、正直ね、日向さんはもし積もらずても結構安泰ですから。結構安泰とは言わないですけどね。まあ大丈夫ですよね。結構安全ゾーンですから、ね、はい。うわー、相川やあ、すいませんちょっと盛り上がりすぎました。これ古谷は役満ですね。そうです。で、ね、西島親だから上がるのみ、うん、っていうことですね。はい、はい。まあ、日向さんからの直撃条件があるかどうかぐらいですけど、なさそうですよね。なさそうですね。なさそうですよね。うん、ラスにはトップ3着で4万点開けるんであればもう3倍までもダメですもんね。ダメですね、はい、やっぱり100万条件ですね、うん、はい。いやーしかしね、すごいオーラスでした。あ、南三局でした。まあ、中田と日向はもちろん上がれば OK。西島は連チャンあるのみです。いやー、見せてくれました。そうですね。でも日向さんもね、はい、ちゃんとね、もうね、あの一品でね、そう、うん、素晴らしい。9万切りでね、うん、まさかをちゃんと考えて、1杯2杯ね。はい、甘えちゃいそうですけど。そうですね、うん、まあだからあそこでスパッとやめれるっていうことは、うん、はい、もともと本人そんなにやる気なかったんだけど、ハイパイがあまりにいいので、うんうん、まあ行きがけの打診程度に考えてたってことですよね、はい、もらえたら嬉しいなみたいな、はい、うん、まあ多分いいペンキって言ってたら多分先にチーマンで上がってるとは思うんですけどね。はい、100万点入るんですね。まあ、女流王家の意地は見せていただきましたね。見せてくれた、うん、はい、見せてくれた。まだわからないけど、はい、そうですね、まだわからない。だって2曲連続100万点ありますからね。そうですね。ドラスーソー、いや、友竹さんもどこかちょっと嬉しそうに見ていたぞ今対局を。あとは女流王家3連覇の意地をね。めちゃくちゃいい、うわ、意地しかないハイパイなんだこれ。イーシャンテン、イーシャンテンですね。あら、ただドラはない、はい、ドラがない。わ、いいシャンテン、まあ連チャンできそう、はい。まあ、純粋に西島さんの条件はもう日向さんとのあれは ないと考えると597ですね。6万点ですから、うん、はい、うん、4万5000点ぐらい、4万5000点、うん、純粋に増やすしかないって感じですか、はい、うん。ウーピン切りとかもあるのかな、ヤリアンピン、うん、いろいろありましたね、うん、はい、そうですね。チーピン切りもあったし、そうですね、ピン切る手もあったし、古谷は数あんこか、日向初あんこだね。でもちょっと形が厳しいか。これでシンプルなピンフのイーシャンテン、両面両面です、うん、イーペイコなどの可能性は残したか、うん、ちょっとね、だってもう見えないのでここは一回上がってからですか、うん。すごいね、に山に2枚残りのチュンで国士無双とか転売するんですね本当にね、素晴らしいですよね。見せてくれます。中田ひとめんつ完成、うん、ちょっと近づいてはきてますけども、はい、まだまだ圧倒的にね、西島さんの方が。そうですね、急須を重ねた日向です。こちらは仕掛けも使える形、
急ピンってひどくないこれ。ひどいです。え、アローピンゼロ、あれ嘘ないじゃん。ないですよ。マジ、まあ、マジだ。上がれなくてもね。え、だってこれ6、あ、そうか、マンズ伸びたら6球ピン払う未来あるか。いいペーコー目で。どうかな、ひどいじゃん。なくはないんでしょうけど、これひどいね、意外とね。ひどすぎる。6球走はまだ多少は残ってる、うん、いやこれ時間かかっちゃうと相手がね、その間にチャカ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 手作ってきますから。ちょ悪口。いや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 、だって2人はもう行こう行こうってこうやってね、こう小走りで行くわけですよ、上がりに。小走りに音をつけたらチャカチャカっていう音が出ましたね。これうまく言いますか、ドラストソーですもんね。数層来た時にどっちの、まあ6球ピン払うか。いや6球層払いますよ、2度受け。はい、まずいよ。知らないですもんね、6球ピンがすでにないなんて。あの基本的にはこの局面ね、上がりを目指すというよりはもう天杯目指してリーチっていうことが一番の目的というと変ですけどね、目標。このパーピンでもいいですね、そうなると。はい、そうですね、目いっぱいパーピン2枚とも残ってます。これ嬉しい牌が来たと言っていいでしょう。おおっと、いいシャンテンですよ。ギリギリ上がり見るなら先にローピン打ちたいけど、いやこのローピン先切りはちょっと怖いですよね。まあ降りるならね、どっしりローピン残し、いくらでもありますもんね。ああギリギリの上がり見たか。押し返したいってことですよね、半杯持ったってことは。いっぱい押し返して上がりたい。うん、まあそうですね、うん、まあ安全に上がりたい、うん、広げはしませんでした。いて広さが違う。そんなことみんな知ってる。これただ古谷さん9ピン取りそうとしてね、あの9ピンないのを見せてもらえると思うので、はい、なんかうまいこと対策できるかもしれないですね。あーこれチーマンとリャンソーもありますね。結構チーマン2枚、リャンソー3枚あるな。もう西島さん、ポンテンの経験もあるかもしれないね、この時点で。ロキ9層もローソー3枚だけどね。ああ、テンパイですよ、ペンチーマン2枚残り。うわー、これどうなるかな。いや、中田からチーマンが出る未来も一応あるな。テンパイか、かん、ノーテンか。テンパイ取らなかったのか。いや、シャンポン、ウーピン1切れ、パーマン2切れか。これできない。テンパイだ。リーチいければもう何もかもが変わる。おお、シャンポン。3ピンパーピン。うわ、テンパイ。1回ウーマン、あ、てか現物だ。リーチしたよ。なんで？え？いや、あ、打ってくれだ。そうです、そうです、打ってくれだ。親の現物を打ってくださいってことですね。でも親の現物で待ってませんよ。親の現物じゃないじゃないですね。いや、これは何は西島には通ってるけど、古谷か、古谷に通ってない。あ、これ打ち行ったのか、ウーピンは。そうです、そうです、そういうことです、ね、要求してると。はい、でも現物じゃないです。現物じゃないとちょっと要求しても打ってもらえませんよね。これこのリーチは明らかに、まあ、役がないかそういう要求だろうと思って、違うかと思って。いや、もう9万、あ、9万通ってるのか。パーマンかと思って、他ないですもんね、持ってないですもんね。まあ、ただ役なしのケースもあるから、ね、ありますね。なんかそのまでは分かんないでしょうけど、役ありなんですけどね。そうなんですよね、はい、もう中田さんも降りる気がないから。あとパーピン1枚でもね、シャンポンの方は。ほう、スチーソーは 1,2,3,4,5,6、 スーソーが2枚、あ、ここに来て7、1枚ですね、1枚、うん、うわー、ガリだよ。役あるのに役あるのにリーチピンフドライチ3,900,4,500。この上がりでプレーオフ4回戦が終了しました。プレーオフ4回戦はトップから
日向、続いて古谷、中田、西島の並びで終了しました。続いて決勝1回戦です。